宇宙望遠鏡、ケプラーの視野の範囲内である、白鳥座に位置する恒星である。NASA のケプラーミッションで恒星の前を通過する軌道を公転している木星のような太陽系外惑星が発見されている。ケプラー5ビットはケプラーが発見した最初の5つの惑星のうちの1つである。その発見は様々な天文台で確かめられた上で、2010年1月4日にアメリカ天文学会、 第215回会合にて正式に発表された。ケプラー5は太陽より大きく重いが太陽に似た金属量を持つ。ケプラー5はケプラーミッション開始から5番目に惑星が高性面を通過することが確認されたことによりこの名称がついた。惑星ケプラー5ビットはケプラーが最初に発見した他の4つの太陽系外惑星と試験観測として 使用された3つの惑星の観測記録とともに、ワシントン DC で開かれたアメリカ天文学会第215回会合にて公表された。ケプラーによるケプラー5ビットの発見は、ハワイ、マウナケアの WM ケック天文台、テキサス州のマクドナルド天文台、カリフォルニア州のパロマウ天文台トリック天文台、MMT 天文台、ウィン天文台、 アリゾナ州のホイップル天文台そしてカナリア諸島のロケデロス・ムチャーチョス天文台によって再確認された。ケプラー5は太陽の1.374倍の質量を1.793倍の半径を持つ太陽に似た構成である。FEH=0.04 イコールの金属量を持ち、これはケプラー5が太陽と同じくらいのシュゲモトスを含むことを示している。そのため、 ケプラー5には惑星が存在する可能性は高かった。ケプラー5の有効温度は太陽より高い 6297K である。ケプラー5の死等級は13.9等と暗いため肉眼では確認できない。ケプラー案によって初めて発見された5つの太陽系外惑星の大きさの比較。この中でケプラー5ビットは2番目に大きい。 ケプラー5ビットの質量は 2.114MJ、半径は 1.2413RJ である。つまり、ケプラー5ビットは、木星の2倍以上重いが、木星より3分の1ほど大きい半径を持つ。ケプラー5ビットは3.5485日周期で、ケプラー5を交点しており、ケプラー5からの距離は 0.05064AU と、非常に近いため、ホットジュピターと呼ばれる分類に属する。 水星と比較しても主星に非常に近いことがわかる。この惑星の軌道離心率の推定値は例である。ありがとうございます。